居飛車将棋研究室にようこそ。今回の研究テーマは最新相掛かり棒銀戦法について説明を行っていこうと思います。はい、こちらですね、下側を後手にして、先手側をですね上の方にしています。まあ後手を持って相手のですね、棒銀戦法に対してどういうふうに受ければいいのかという対策とですね、後手側から棒銀を仕掛けて成功させるためのですね手順を説明していくために、はい、あえて下を後手にして上を先手の状態にしています。はい、早速見ていきましょう。26歩の8四歩、25歩、8五歩、7八金、3二金ね。はい、で、銀が上がって、こちらも銀、7二銀ですね。9六歩、1四歩。まあ、これが、現代相掛かりの基本的な形になります。はい、突き越さないんですね。突き越さずに、端歩をついて銀を上がっておくと、こういう形になっています。なぜこういう形になったのかと言いますと、まあ、例えばですね、端歩をまあつかずに、まあ、はい。そうね。こういう風に、まあ、6四歩とします。まあ、そうするとですね、まあ、早速突かれて、まあ、同歩同飛車ですね。と言った時に、はい、ここ歩を打つと、飛車がですね、走って歩を取られてしまうんですね。かといって、この歩を守るために銀が上がると、はい、歩をこちらに打たれて、これでもう先手勝勢という形になってしまいます。これ取ると、はい、こういうふうにね、竜ができてしまうので、まあそうならないために、はい、端歩を突いておきます。まあこうすることによって、まあ例えばですね、まあ玉上がって、まあ、まあ突くと、まあ6四歩とした時に同じように、まあ、突かれて、まあ、同飛車と行った時にですね、銀が上がれると。で、歩を打たれたとしても、角が上がって、飛車が逃げたら、2四歩ですね。はい、これで受かってるって話ですね。まあ、そういう意味合いの端歩を突いておく必要があるということでございます。まあ、戻りまして、はい。ですから、まあ、この形がですね、まあ、プロ間でも今現在流行っている、はい、形でございます。で、今回ですね、まあ、最新の、まあ、相掛かりでありまして、非常にね、多いのが、まあ、棒銀ですね。はい。アマチュア間で人気のこの棒銀の対策について行っていこうと思います。まあ、2四歩に、まあ、同歩の同飛車ですね。まあ、歩を打って、まあ、戻ってくると。で、ここで、まあ、こちらも交換をしておいて、歩を打たれても下がっておきます。はい。で、一旦ですね、この薄い部分を強化をしておいて、で、こちらは角道を開けておきます。で、早速、棒銀がやってくるってことですね。まあ、どんどん攻めていくと。で、こちらも銀を上がって、まあ、棒銀に備えておきます。で、まあ、こちらも棒銀をしていくんですけども、こちらの方が手が早いですよね。まあ、入ってきて、で、こちらも銀上がって、まあ、歩をついて、同歩の同銀同飛車で、まあ、歩を打って、まあ、これで、まあ、先手棒銀成功ということです。まあ、一旦ね、まあ、それ成功はするんですけど、まあ、この時点も互角です。まあ、気にする必要はないです。で、構わず、はい、こちらも棒銀を目指していきます。で、まあ、例えば、先手の方がですね、もう一回こう、2五銀打ちをして、まあ、狙ってきたらどうするか、ここはしっかりね、銀を打って守っておきましょう。で、角道を開けて、さらに攻撃をですね、まあ、足してきたらですね、このまま気にしないですね、もうこう、銀を活用して、まあ、狙っていきます。で、まあ、例えば、まあ、7五歩ですね。まあ、7五歩として、まあ、歩をね、まあ、取られるようにしてきたら、はい、銀を上がって、まあ、棒銀をですね、まあ、狙っていくということですね。
で、ここで歩を打たれて、まあ、棒銀仕掛けてきた場合ですね、まあ、構わず、はい、突っ込んできます。で、突っ込んでいったら、まあ、角取りになってるんで、角が一旦逃げたらですね、こっちの相手をしてあげます。はい、先手の相手をしてあげて、はい、同銀の、まあ、これ、まあ、角交換をしてきたら、はい、交換ですね。これ取らずに、もうこちらの方を取りますね。で、たまらず、まあ、銀で、まあ、取ってきましたら、はい、ここで、まあ、取ってあげます。で、飛車で、まあ、突っ込んできた。ここで、まあ、歩で受けるのではなくてですね、角打ちですね。はい、3三角打ちをして、まあ、飛車取りの、まあ、角成りを見せると。で、飛車が引いたら、まあ、ここで、まあ、鳴るんじゃなくて、これ飛車がね、こっちに鳴れるんで、一旦飛車を、まあ、鳴って、竜を作っておきます。で、これが銀取りなんですね。銀取りなので、まあ、銀を足して、紐付けをしてきたら、はい、いいですね。香車をいただいておきます。で、まあ、先手の方はですね、まあ、角打ちをして、まあ、竜取りをして、まあ、やってきたらですね、ここはもう、角で、はい、同角の意図しておきます。で、同桂とをしてきた場合ですね、飛車の頭に一発手裏剣を入れておきますね。で、一発入れて、まあ、銀打ちをして、さらに必要に狙っていくと。これ、金が浮いてますよね。だから、金を取りながら、竜を取って、まあ、攻めてきたら、もうこれも積んでるんですね。3手詰めです。金を打って、王手で逃げたら、角打ちでこれで、まあ、はい、後手の勝ちという形になります。はい、40手目まで戻りました。はい、先ほどはですね、7五歩としてですね、まあ、かわしていって、で、まあ、銀が入っていったっていうね、まあ、展開を見ていったんですけど、まあ、7五歩ね、しないでね、まあ、2四歩をして、まあ、さらにですね、まあ、狙ってきたらどうするかっていうのは、この手順を見ていきましょう。まあ、これはもう仕方ないんで相手をしてあげます。で、同飛車と行った時に歩を打って、まあ、帰ってもらったら、はい、銀が入っていって、まあ、棒銀が炸裂する寸前ですね。で、交換をして、同金といった時に銀で守ると。で、これ以上いけないですね。いけないんですけど、はい、桂馬をここで跳ねておきます。この桂跳ねをすることによってですね、まあ、銀がこれ打てなくなっちゃうんですね。棒銀をね、もう一回しようと思ってもできないですね。で、相手の方が、まあ、玉を寄って、まあ、守りを強化をしてきたらですね、はい、この、形の悪い金を一旦整えておきます。で、この毛糸をですね、まあ、もし狙ってきたらですね、ちょうどこれ小瓶が空いてますので、はい、嫌味をつけていきます。で、同歩と言った時にもう一発打ち込んで、もし同銀と言ったら同銀なり同金と言った時に角打ちが来ますね。飛車取りの、はい、こちらですね。99、角なり、両方ね、まあ、好きな方を選べっていうことができますね。ですので、まあ、例えば、この歩は、まあ、取れないということで、まあ、7七銀というね、こういうふうにぶつけてきたらどうするかなんですけど、この場合は、同銀なりの、まあ、同桂と行きまして、はい、こちらですね、B 面攻撃をしていきます。で、まあ、金銀交換しようわけじゃないかっていうところで、まあ、例えばですね、4八金と、まあ、かわした場合ですね。まあ、銀取りをしてきた場合は、はい、さらに、はい、両取りですね、割り打ちの銀をしていって、まあ、飛車が逃げたら、金をいただきます。で、同飛車としたら、はい、金打ちをして、この飛車はもう死んでいるっていうことになりますね。これで、まあ、後手勝勢という形になります。はい、46手目まで戻りました。
はい、ここですね、飛車をですね、ストップさせるための、まあ、2、3、歩打ちをしたときに、先ほどは2、8まで引いたんですけど、まあ、2、6と引いてですね、こちら、まあ、銀が、まあ、入っていけないようにするためですね。7、6、銀とできないように、飛車をですね、2、6、飛車とした場合、どうするかと言いますと、はい、角で一旦上がっておきます。で、玉の方がですね、形を整えてきたら、はい、端攻めのための歩をね、突いていきますね。で、向こうも突いてきたら、銀打ちをします。で、これでですね、この六段にいられなくなるんですね。もう、どこに振っても、飛車が、まあ、死んでしまいますので、この六段に折れなくして、まあ、飛車が仕方なく、まあ、2、8まで引っ込んだら、はい、入っていきます。まあ、これに対して、まあ、先手の方ですね、まあ、交換をしてきたら、まあ、同桂としまして、まあ、銀を上がって守ってくる。まあ、攻撃を足していくんですね。この87の地点に攻撃を足すと。で、相手もですね、この地点に利かしを入れるために角打ちをしてきましたら、端歩を突いておきます。で、同歩と生かしておいて、はい、銀を一旦引いて、相手が、まあ、圧迫を、まあ、してきたらですね、はい、歩を垂らしていきます。これを、まあ、同香と行きましたら、銀を引いて、はい、召し取っていくということですね。この香車を取ると。取られるわけにいかないんで、まあ、銀を足してきて、手厚く、まあ、守ってきましたら、まあ、構わず取っちゃうんですね。で、同銀と行ったときに、はい、ここで香車を打ち込んで、飛車が逃げると、はい、香車が成り込んで、桂馬をゲットできると。はい、これでまた先手勝勢という形になりますね。はい、36手目まで戻りました。先ほどはですね、まあ、2五銀打ちをしてですね、まあ、狙ってきたんですけど、はい、2五銀打ちはなくて、まあ、7六歩ですね。角道を開けてきたらどうするかっていう、その展開を見ていこうかなと思います。で、この場合はですね、桂馬を跳ねておきます。まあ、こうすることによって、まあ、棒銀が、まあ、できなくなりますね。2五に銀も打てないし、まあ、角交換を阻止するっていう意味合いもありますね。非常に、有効な三三桂でございます。で、まあ、棒銀が来てるので、まあ、備えるために銀が上がっていって、まあ、棒銀をしてきて、まあ、銀で、まあ、対抗すると。で、ここで、まあ、まあ、歩を打ってね、はい、8六歩の同歩、同銀、同飛車ってね、まあ、すると、まあ、棒銀成立するんですが、ここで棒銀はしません、ここでは。角を引いて、はい、向こうも角を引いて、端攻めのための歩を突いておきます。で、まあ、こちら角上がって、まあ、棒銀対策をね、してきた場合ですね。はい、こちらも角道を開けて、まあ、準備万端な形にします。まあ、桂馬跳ねて金の、まあ、引き角ですね。で、銀、こちら歩をついて、まあ、で、銀歩ですね。もう、この形を、まあ、目指していきます。こうなるとですね、後手有利という形になります。これがなかなかですね、渋いね、形でして、まあ、受けるのは非常に困難です。事前に研究しないと、まあ、一瞬で、まあ、やられてしまいます。どういう風にここから攻めていくかを、まあ、説明を行っていきます。はい、玉をですね、まあ、安定するために、まあ、寄ってきたですね。はい、棒銀をせずにですね、こちらのですね、はい、歩をね、取るんですね。わざとこの香車が効いているところに行きます。まあ、言うたら、歩と銀の交換をするということです。で、同香と行きますと、まあ、一時的にですね、
まあ、歩と、まあ、銀の交換になってくるんですが、まあ、歩を突いて香車取りを狙っていきます。まあ、こうすることによってね、ここがカツカツになってくるんですね。で、同香といったら、まあ、同香といって、まあ、端攻めを狙っていきます。で、歩を打って守ってくるんですけど、もうこの時点で、まあ、香車が鳴って同香、香車が鳴って同桂の同角成として、まあ、破られてはいるんですけど、もっといい手がありまして、はい、銀打ちをするんですね。9八銀打ち。まあ、これね、この桂馬が取れるし、こっちになると同金の同飛車成という形ができると、こういう指し方がありますね。まあ、8八金と寄ってきましたら、一旦こちらに、はい、強調を打っておきます。これなんでかって言いますと、こちらですね、2一の地点に、まあ、打ち込むことができるんですね。そうすると、まあ、この銀がいじめられるんですね。この2枚の銀を使って、攻めのチャンスを、もう事前に潰しておくっていうことですね。で、これですね、まあ、例えばこれ、風でね、受けたいところなんですけど、全然これ意味がないんですね。なぜかっていうと、これ、桂馬が効いてるんで、こうね、同香っていけば、なんらね、問題がないんですね。ですので、受けるとしたら、ここですね。はい。2六歩打ち。っていう形になります。で、一旦、この飛車の動きをですね、まあ、制限させて、まあ、ニート状態にしておきます。ニートにして仕事にさせないようにした上で、こちらをじっくりとですね、料理をしていくっていうことですね。はい。で、どういうふうに、まあ、料理していくかと言いますと、当然ね、なります。で、これ、同金と言いますと、はい、待望の竜ができるということですね。で、銀で守ってきましたら、はい、追撃の王手をしまして、玉が逃げると、はい、竜が入り込んでいくと。はい、まあ、これでもう後手勝勢という形になります。はい、54手目まで戻りました。先ほどはですね、8八金打ちの、まあ、流れを見たんですけど、まあ、例えば、8八銀ですね。こういう風にしてきたらどうするかっていうところを見ていくんですけど、まあ、この場合はですね、桂馬を取りながら金取りを目指します。で、金が引いて取られないようにしてきたらですね、香車が走っていってなりまして、はい、その代わり銀を取られます。金を取られるんですけれど、一旦こっちに、はい、香車を打って、まあ、飛車をいじめておくと。で、歩で受けてきたら、ここで歩を足しておきます。で、まあ、8六角打ちとこう、ぶつけてきたらですね、これも交換して、同歩といったときに、はい、成香で銀をいただいて、同銀といったところで、同飛車と行くとですね、角打ちが厳しいんですね。この飛車を、まあ、狙いながら、こちらの金も狙うというね、こういうね、恐ろしい展開が待ち受けていますね。引くと、まあ、角が鳴って、まあ、この後手玉はもう風前の灯火ですね。もう死んじゃいそうですね。まあ、こういう展開になります。はい、62手目まで戻りました。先ほどはまあ角をぶつけてきたんですけど、まあ6六銀打ちとね、手堅く行ってきたどうするかなんですけど、この場合はですね、角を一旦上がっておきます。はい。で、さらに銀を打って、もうがっちりね、まあ囲いをですね、強化してきましたら、はい、香車を走らして、これがね、角の紐がついてもこれ取れないんですね。同飛車とはいけない。同飛車でいけないので、飛車が逃げると、はい、香成になりまして、まあ、桂馬が取れて、まあ、じわじわと、まあ、
先手の首を締めていくと、締め上げて殺しに行くっていう展開になっていきます。まあ、これまたまあ後手勝勢という形になります。はい、48点目まで戻りました。先ほどはですね、まあ、同郷ですね、この同郷といった手順を見たんですが、まあ、8六銀ですね、8六銀として、まあこの角のラインを阻止してきたらどうするか、まあ飛車のラインもこれ止めてますね。この場合の変化手順を見ていこうと思います。歩をですね、まあ前進させて、まあ銀にですね紐をつけておきます。まあ玉がまあこういうふうに寄って、まあこの辺のまあ強化をしてきたらですね、はい、持ってる駒を存分に使って攻めっ気たっぷりでやっつけに行きます。でまあ先手もまあ負けじと持ってる駒をまあフル活用して、まあ全力で守ってきたらですね、はい、銀を取りますね。8六銀のまあ同歩といった時に、はい、銀の重ね打ちですね、ゴリゴリと攻めていきます。でさらに銀を足して守ってきたら、はい、同銀なりの同金といって歩を合わせていきます。でまあ同歩といった時に、さらにはい、この金を狙っていくんですね。だいたい守りの金を、まあ、狙っていけばですね、まあ、弱体できるので、まあ、金がいなくなったらね、相当ね、まあ、囲いが弱くなるので、金を狙っていきますね。で、さらに銀を打って、なんとか抵抗してくるんですけど、金をいただいて、同銀といった時に、歩を垂らして、まあ、どんどんと、まあ、ゴリゴリと、まあ、攻めていくという展開ですね。まあ、この歩がちょっと邪魔ではあるんですけども、構わずもやっていきます。で、まあ、香車で取ってきたら、まあ、同歩でどんどんこうですね、歩を使って圧迫をしていくと、まあ、こうなったらもう後手優勢という形ですね。非常に怖いですね、攻め駒ですね。まあ、攻めの種駒ですね。このとこに今来てるので、はい、もうこうなってくると受けがもう効かなくなってまいります。なんとか歩を打って阻止するんですけど、邪魔の歩を取り払って飛車が攻撃に加わって銀をまあ足していくんですけど、香車打ちで貫いていきますね。はい、銀を足していって、もうすごいですねこれね、銀がね、オール銀ですね。オール銀でも守ってくるんですけど、はい、強者で銀を取って同銀といったら、さらに銀をぶち込んでいって、必要にもうこの辺をですねゴリゴリと攻めていきます。はい、今回の研究内容は以上となります。最新型のですね、相掛かりの棒銀戦法を、はい、今回紹介をさせてもらいました。まあ棒銀はですね、もうアマチュア感です、非常にまあ人気があるので、まあ遭遇率が非常に高いです。また相掛かりですね、まあタイトル戦でもよく出ますし、はい、人気の戦法ですので、今回のですね、まあ動画をね、よく研究しておけばですね、まあ絵がかりをされても、まあ防御をされても、まあ対応できますし、逆にですね、はい、攻め筋の方をしっかり覚えておけばですね、なかなか相手が受けるのは難しいと思いますので、勝率アップになると思います。また今回のですね、まあ攻め方ですね、まあ端攻めとかですね、まあ B 面攻撃、まあいわゆる、まあ飛車をね、まあニートにする、まあ手順とかを載ってますので、まあ細かいテクニックですね、盤上を、まあ広く見る、まあまあ対局感と、まあ攻めをつないでいく細かな、まあ手筋、テクニックを、まあ、覚えることができますので、
今回の、まあ、動画をですね、マスターすればですね、まあ、対局観と、まあ、手筋をですね、まあ、勉強になりますので、非常に有効かなと、はい、気力アップに必ずつながると思いますので、まあ、繰り返し、まあ、見て、まあ、ぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録とグッドボタンを押していただけたら、モチベーション維持につながり、役立つ情報を皆様に配信できますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。お仕事とかね、学校とか、まあ、いろいろ、まあ、家庭の事情とか忙しいと思いますが、まあ、時間をですね、有効活用して、まあ、将棋の、はい、研究、勉強を頑張ってください。それでは失礼いたします。